こんばんは。こんばんは。こんばんは。眠いよ。コニコマークさん、トトイありがとう。エイトさん、口紅ありがとう。やっぱこうするわ。お眠の、なんかね、今日珍しくお眠なの。今日は前髪短めさん。何珍しくないって。珍しいやん。切ったの、前髪切ってない。巻いてるっていうか、まあ、巻いてないっていうか、あの薄くふわっとしただけで、うん、いつも眠いやん。11時眠いん。でもいつもお風呂入ったら目が覚めんの。この辛さ。今日は目のメイクがナチュラルにいい感じで良きです。パネル届いた、ありがとう。あ、太陽ががっつめ覚めるのか。じゃあ今日は冷たい水でお風呂に入らんというか、目覚めるか逆にどうしたらしっかり睡眠取れる。そう、難しいよね。なんか寝たい時の時間には寝れないよね。寝なくていい時に眠たいのにさ、なんなんだっていつもなる。桃の食工店ありがとう。スマホね、確かに。今日との分なんでかね、なんでだろう。今日ふわふわさせたの。今日前髪ふわっと、いつもより、まあもうあんまりふわっとならんのんやけど、直毛すぎて前髪ふわっとさんして、ふわ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 って感じで、で本日は猫ちゃんのお洋服で、猫デーとなっております。見えないけどね、配信こうやってしてたらめっちゃ可愛いの猫。雰囲気毎日ふふ、嘘、特にふわふわとなっております。猫は何これ、西野の服。後ろは猫じゃないと。お化粧いつもと違う。いや、それがね、一緒な気がするけど、最近ね、あのね、急いでメイクしてることが多かったからね、化
今日は丁寧に目のメイクしてるけど変わってはないよ。チークが濃いのとリップが濃いのかな。さっき塗ったからね。チークは濃くした今日。あと前髪がふわっとしてんの今日は。それぐらいの差かな。そんなに。でも今日は個人的に自分好きなのよ、このなんかメイクがいい感じ。前で見えるでしょ。あ、そう、眠いとねスローリーになるのよ言葉が。そう、今日特に好きやったね。お目目パッチリで唇の色がいい。ほんと？あ、聞き取りやすいですか？それは良かった。ふくちゃん、チュー、ありがとう。エビ様さん、タコ、ありがとう。竹まつるさん、かわいい、ありがとう。ふくちゃん、口紅、ありがとう。ひろとさん、星、ありがとう。ミミさん、タコ、ありがとう。西野、みなみさん、ハート、ありがとう。ダラガンさん、姫、ありがとう。トシさん、チュー、ありがとう。一六四十二掛け算六六三十六六六七四十二だ。なんか七六苦手だわ、そういえば。六七だと分かるのに七六って言われると分からんなら人ない。分かる、この気持ち。でもでもでもククはできるよ多分ね。でも7が苦手やったかな。でもなんか本当にね七六だと分からんけど六七だと分かるの。ね、七の段って難しいよね。なんかわかる？私もねめっちゃ7が苦手なの。七波五十六、七波五十六はリズムで覚えてるよ。七二十四よりに二七十四の方がわかりやすくない？7の2乗って七七なんだっけ、七七四十九。七五三十五。そう、九九は全部リズムで覚えてるの。そう、できるはできるけど一瞬迷うとこはあるよ、苦手なやつはね。でもよくよく考えたら分かるん。そう、でもほんと九九は七七かけど一応分かるよさすがに。七
21が1っても、うん、確かにどんどん大人っぽくなってきてるんですよ。ほんとキュン。そういえばみんなに見せる言うて見せてなかったクマ持ってきた。今日猫とか言ってるくせにクマになるよ。リズムだからひっくり返す。そうだよティム。見せるってつけるねって言っとったのクマを忘れてた。ユニバのやつね。そう、写真ではいっぱい送ってるけど、ちょっとクマになりましょうかね。あ、顔ちょだい。そうキャドッとしてる。あ、見えない。そう、ヤンちゃんとのやつよ。キャラ名はティムです。クマ、見切れるよね。これ難しい。全部写す。あ、写った。実はね、こっちにもちっちゃいティムがいて、サーヤンとこれもお揃いで、サーヤンがピンクで、ピンクのリボンで、私が黄緑で、もう一個あったからママにあげた。だからママとモモとサーヤンでお揃いなの。お母さんはあの家の鍵につけてます。なんかやんちゃんとお揃いが欲しいなって話になったなって、でもう普通にお土産としてママになんかお揃いをね買っていこうって思ってて、でこれかわいいねってなったこのちっちゃいクマは、3個セットだったんですよ。3個セットの売ってるやつで、そう、それでこれかわいいねってなって、じゃあもう1個2個分買うからおそろにしようって一緒になって、それで、あ、ピンクと紫と緑があったんだけど、黄緑は私のペンライトカラーに入ってるから黄緑。あの人の感想、喜んどった。可愛いもの好きなんよ、うちのママ。なんかキュルンとしたものが好きなので喜んでくれたよ。なんか私よくちいかわのシーサーちゃんをママにあげるんですよ。ぬいぐるみとか渡すんですけど、それより喜んでもらいました。私シーサーちゃんに推しなの。あの、そう、
ちいかわごめんなさい。頭のつけ金は、これはユニバのミニオンのティムちゃんです。お母さんが一番好きなキャラはね、可愛い系のキャラが好きなんよ。なんやろな、何が好きなんやろうかね。キャラ知らないな、好きな。でもこういうクマちゃんとかウサちゃんとか好きだと思う。ミニオンのキャラの、そうなの、ミニオンのキャラ。サンリオ系はあんま聞いたことないかな。何やろ、なんか斜めとるのか。何が、でも本当にクマちゃんとかそういう系の気がします。母が好きなのは。ママはピンクが昔若い時好きだったので、結構ピンクのウェディングドレス、ウェディングドレスなんかな、あれ着てたよ。クマちゃん、そう、サコちゃんだね。サコちゃんに逆にティムいっぱい持っててほしいわ。ユニバ行ったら。身長伸びた。うん、さっき牛乳飲んだから伸びたかも。このね、入れ物ね、あん、ちょっとしか入んない。普通のバッグとしてはちょっと難しい。お財布入るかなーみたいな。スマホ1台は入る。何出る、何入れようかしら。牛乳は瓶派なの。そうなの、実はね、牛乳は瓶なの。無限にチューあげたい。今でもクマやけんお肉やで。がガオクッ。私の画面の奥に、画面の奥に美味しそうな人たちがいっぱいいるな。猫じゃない、あ、猫です。ここは猫、ね、ほらほら、猫もあります。ちゃんと食べられたい。ピンクのネイルはユニバの時に、あれはネイルっていうか貼っつけるネイルなの。うん、ペタペタする方のネイルで1日限定なの。ユニバ行ったのちょっと前にね、行ったのよ。それを見せてな。結構時差今見せとるの時差やけど。
それはピンクに見えた？ No。 ね、ギフトオーレでね、あのクレーンゲームのやつね、ギフトオーレでね、あのね、爪切りが欲しかったからね、取ったんよ、頑張って。頑張って取った。いや、もう届いて、今目の前にあるの、なんと。買った方が安くて分かんないけど、まあ欲しかったから、じゃーん、キティちゃん、ほら、でこれめっちゃ性能良くて、なんかもうすっごいいいの、もうパチンパチンってなるの、もうほんと爪切るとき。で、私は結構大きめ、私はこのおかげで爪にはま、爪を切るのにはまって、ちゃんと短い、ほら。でも逆に爪切るの楽しくなっちゃって、そう、深爪しちゃったの、親指、足の。しとるやんって。パチンパチンしすぎて。そう、私はもうめっちゃハマってる、こんな切れ味のいい爪切りは楽しいんだと思って、これが可愛いよね。なんか嫌いな話かね、みんなの手の爪切りましょうか、これで。私が切ったら深爪させそうやけど。切っていいじゃん。耳かきしてほしい。私人に耳かきしたことなくてね、あのね、誰かの耳かきしたらね、ズドーンってやりそうで怖いんよ。ガモーカにやらせるの危険かもしれん。なんかどこまで耳かきってこのあれをこう耳をこう入れたの分かんない。耳かきどこまでさ、どこまで入れていいか分かんなくて。あ、細かく怖い。今の話聞いて誰もこんわ、耳かきやっても。あ、メンバーね。ゆっくりやればいい。でも一回もやったことないし、もう別にお母さんとかにやってもらったことなくて、自分だから、ズドンはパワーワード最近ハマってるの、うん、子供ができたらやる。そうなんかな、子供の頃やってもらってたかもしれない、忘れてるだけかも。なんか今やってもらってたかもしれない。どっちだっけ。記憶がもうないけど。
そういえば。つどん、はい、お時間です。うわ、悲鳴やろうな、みんな。爪切りなら結構いけるよ。髪乾かしてくれるくらいだな。枯らしてくれる。そうだよ。あ、想像したら怖くなりました。確かに。ジリカイ。なんかの耳かきれん。爪切りも怖い？深爪させるから。めっちゃいいよ、でもめっちゃお気に取ってよかったって思ってる。ここで綺麗になる。すぐ取れたかな。でもそんなにかかんなかったと思います。めっちゃすぐでもないけど。散髪？どうだろう。でもなんか女性の髪型ならなんとなくわかるけど、男性の髪型はわかんないな。頑張ってやったらおかっぱみたいなしちゃうかも。ぜひ来てね、やるから。なんか全部揃えたがるかもしれない。そう、前髪はしてる。なんかわかんない、女の子ってさ、前髪とかさ、こうやってまっすぐやってさ、この髪とかも結構まっすぐやるじゃないですか。でもなんか男性の髪型わかんないの。だから多分モーカがやったらクレラップのこの前髪と後ろ、ま、丸くなると思う、多分。坊ちゃんが理想、そんな感じになる。前髪が分からない。男性は前髪をどうやってやってるんですか。私はなんか揃える以外に分かんない。あ、そう、わかめちゃんみたいになりそう。小学生の子の中でかわいいよね。揃ってるの難しいね。揃えるくらいなの。でもなんか揃えたくなるんですよ、私。綺麗にこうやってやりたいの、自分の前髪みたいに。けんさん、くまちゃん、ありがとう。ピアノピーさん、ハートありがとう。キューもありがとう。リクさん、ハートありがとう。ももちゃんとお揃いの前髪になれるのなら、みんなでお揃いになろう。ももが来たら全員こうなるよ。アシメね、やったことないのよ。私中学生の時友達とかやってる子いたけど、自分はね今んとこやったことない。望むところ、ほんまに
かなんか散髪やってみたいんよねなのでいつでも来てください。わかめちゃんになってもいいのなら。アシメは似合うかわかんないから。そう、あ、マネキン、そう、もうね、マネキンをね一時期買おうとしとったんよね。あのヘアアレンジしたくて、練習したくて。でもなんかマネキンがと目あったら怖くて、夜だから買うのやめたの。チッケンダイ大岡の散髪の第1号になりませんか。うん、カットモデルも集中してる。首とだけとか、そう、怖いの。顔がついてないやつ欲しいんだけどね。切った後爆笑されそうな顔第1号になりませんか。今ならツインテールもするよ。確かに坊主だったらね、坊主だったらそうだね。おもちゃの勝手の前に曲をしてた、そうなのかわいい。おもちゃ間違ってきてもてへっ、確かに言いそう言いそう。そろそろ来てほしいタイミング本当に何人か来てくれそうよね。じゃあ第一号はパパになってもらおうかな。高いところで短いのしか出て、それが超かわいいんじゃん。仕事を休むことに嘘、結構うまいかもしれんじゃん。でまたもうね、あの散髪用のハサミ持ってないから、あの裁縫道具のについてるでっかいハサミ、あれで切るよ。立ちバサミ耳まで切る切らない。最後のマッサージ得意きっと。自分で前髪切るのは立ちばさみなんでそれで切っとるんって感じやけど、一番切れ味いいのよてか普通のハサミで前髪切ってる私。裁縫のハサミは切れ味が良くてすぐ前髪切れるよ。おしゅうしゅめ。立ちばさみ、うん、重い、重いね。でも切れ味がいいって大事な。ちょっとくまさん卒業する今日。直接話しかハサミ募集、高いやつ募集されたの。サーヤンはどうやって切ってん。サーヤンは前髪自分で切ってるかわかんないよ。
15日に1回ぐらい、あの美容院のあの前髪カットだけの1000円ぐらいのやつに行けばいいのかもしれないんですけど、もう前髪、もう前髪さ、すぐ切る、すぐ伸びるの。そう。だからなんか15日じゃん、の頻度じゃ無理なの。1週間に1回ぐらい、ほんと。来たか？遠慮しとくわ。遠慮しとく。後で返したといいね。一昨日切ってたね。ね。私今のところ前髪失敗歴はないですね。ゆみりんさんも配信で、あ、ね、うん、普通にあくびする。おやすみ、おやすみ。チョキチョキ配信？私すぐ終わるよ、チョキチョキ配信したら。ネムネムなの。早く寝なくて。今日は11時までする。11時までみんな楽しい。前が短いの見てて、本当もっと短く、結構ね、短いは短いんですよ。結構パッツンっていうか、もうここ、まあ、今巻いてるからっていうのもあるけど、ふわっと。ありがとう、こちらこそよ。もうは前髪は多分切るの得意だと思うんですけど、みんなも上手やけん、他の子たちも、うん、でもよくメイクさんとかには上手だねって、切って、自分で切ってるのって言われて、切ってますって言ってます。もーちゃんパッツンでも、そう、パッツン、パッツン以外どうやってしたらいいかわからないね。これ確かにこれやったら分け前髪なのかもしれないけど、なんか生え方的になんかあんま似合わんくないもんか、分けるの似合います？分けるのあんま似合わないね、なんか。なんかね、そう、なんか前髪のなんかフィット感がないのよね、いつも思うけど。でももうガン開きにするのは結構好きです。ガン開きっていうか、その前髪、おでこ出すのは好きやけど、こうやってちょっと分けるのはあんまりね、似合わない気が勝手にしてるんですよ。似合わんっていうか、嫌とかじゃないけど、それやったらこっちの方がいいんじゃないかなって思っちゃうの、個人的に。似合ってます？そうね、見慣れてるっていうのもあるかもしれないね、その自分がずっとパツンで生きてるから。センター分けはなんか、センター分けよりは多分ワンレンの方が似合う、どっちかをこうやって流す方が似合う人かも。センター分けあんま経験ないけど、
髪はすごいすごいよ。ボディコンってなんだ。こんばんは、こんばんは。みやさん、チュー、ありがとう。ミミさん、口紅にありがとう。前髪作らないのも大人っぽくてよき。そう、私も前髪分けるのは結構好きは好きです。前髪なしの自分も。お前を好き？前髪を直すしゅうさん結構真剣な顔しちゃうのよね、前髪直すとき。だから前髪をこうやって頑張って解いてるときの私の顔めっちゃ怖いよ、こうやって。みたいな、このムスッとしちゃうから。全然ムスッとしてるとかじゃなくて単純に集中してるだけやけどね。ピッチリとしたボディースーツ4。ピチピチのお洋服でも最近ピチピチのお洋服流行ってません？なんか短めのお洋服私も好きなんですけど、それかわかんないけどあ、似合ってしてどうかも。確かにね、まだ怖いか。最近のマイブームは本当さっきメールに送った瓶の牛乳を飲むことと、何かな、うん、うん、猫ちゃん中にラーメンも好きだね。そう、濃い牛乳が好きです。美味しいやつ。ネムですよ。本日スローモーションコーヒー牛乳美味しいよね。プハって、そう、プハなんか甘いのが好きなんよね、牛乳。あの瓶のはスーパーで見つけたから、そうなの、スーパーで見つけたり、うん、なんか牛乳の専門の店とか行ったり。ホットミルクよりはホットチョコレートが好き。牛乳は冷たい派なの。身長伸びるかも。明日起きたら10センチ。だから私明日160センチになってるから。よろしくね。そう、その次の日は170センチ、その次の日は180センチ、その次の日は190センチ、次の日は200センチ。だから今度みんなとリアルで会う頃には多分もうなんか誰よりも身長高くなってなって、うん、バスケットボールの選手になれてるかもしれない。バレーとかもうダンクシュート
ジャンプをしても、あ、ジャンプしなくてもダンクシュートドーンって押せない、押して300センチの私も押してそう、みんな私のことをさ、こうやってちっちゃいねって見てるのけど、もうその頃にはもうこうやって見てる、みんな私のこと首つかれちゃう、ほんとよ。アタッカーズ、アタッカー、ダンクシュート決めて世界選手になります。メンバーで誰が身長低い？一番は誰だろう？あすみちゃん？かなうちゃん？二人のうちの どちらかだと思います。握手したくても届かない。確かに、ワンピースみたいに、ルフィみたいに、あの手ゴムみたいに伸ばさんといかん。確かにもうコモモなんてプロフィールに書けないな、無理だな。この間つけたばっかりのあだ名なくなる。ジャイアントも、いやでも最近ね、ももね、厚底の靴履いてね、身長持ってるからね、158センチぐらいになれるんだよ。サンダル、厚底サンダル買ったから159センチになれるの、その靴履いてる時だけ。風景違う、違うかな、どうだろう、ちょっと高い。持って159ってのが可愛い。なんだよ、いつもさ、私服の時はメンバーよりもさ頑張って身長盛れるけどさ、靴次第で。衣装ってなると絶対にさ、絶対に一緒じゃん靴が。だからすごい悲しいのよ、悲しいの。私だけ高いのにしてほしいのに。衣装の時一人だけ違う靴、そう履こうかな。なんかこの間の息をする心のアザージャケット写真の撮影で、こうやってもうメンバーと一緒にこうやってこんな感じでこう眠ってるみたいな写真がどこかしらに、どこかしらというか載ってるんですけど、なんかもうなんか高台じゃない、なんか木の板置かれる、いつもなんか10センチぐらいの木の板置かれて、うん、踏み台みたいな。そうなん、もう悲しい。いつも置かれる撮影の時。なんかでも置かれてたな、なんだっけな、もうほんとほぼ毎回ももちゃんだけ、いやももと同じぐらいの身長やったら乗ってると思うけど、基本もももはめっちゃ高いのだから、
ゆみりんさんと一緒の時とかももが頑張ってこうやって高いやつを乗ってそうそれで合わせるフフ厚底の厚さ変えて背の高さいいの STU もそうしようやんでもそう、もう高いやつ乗っても高いやつ乗ってもゆめりんさんより低いちょっと身長高くなってみたいなモデルさんみたいって1回ぐらい言われてみたいああそうタワレコの渋谷のサインは本当に恥ずかしかった。まあでもどれだけ身長高くても届かんけどね。すでにモデル本当？小さいからみんな大好き本当？この中には小さい子が好きって人もいるのかな。もうもうご飯には。そうだよね、ないものねだりだよね。好きですね、そうなんだ。別にそうじゃない方もいるとは思うけど、別に小さいの好き。小さい子だ、ごめん、あの身長が小さい子好き。それぞれあるよね、その好きになるところがいろいろあると思うんですけど、猫好きなの、猫好きなの。猫は飼ってないですね。でも可愛い。ありがとう。パフォーマンスが好き。よく言ってもらえる。ありがとう。嬉しい。いろいろね、みんな言ってくれるんですよ。こういうとこが好きって。それは嬉しいですね。引っ越しはちょっと今ママに何回か引っ越そうって言ってるんですけど。聞き流されてます。こんばんは。圧かけてる圧かけてますけど、圧はかけてますけど、まあ聞き流されますね。何言ってんのみたいな。6周年のダンスとかかかって、お、ありがとう。周年コンサート時なんかダンスのコーナーあるよね。そう、預けられるメンバーいないね。近く。ステージ上で目立ってる、本当？全然引っ越してくれない。お金は私が出すかな。無理だ。だって引っ越し代なんてもうか持ってないし、もうなんなら猫ちゃん買うだけでももうもうかのお小遣いがなくなるし。お小遣いが
そう考えたら、もう引っ越し代と猫ちゃんのご飯とか全てを考えたらもう破産する。って考えたら引っ越せない。まず引っ越しが何円かかるか知らない。おもちゃ養ってて頑張って大丈夫だよ、今は頑張ってるよ、破産しないよ。ここに来てるみんなで100円出せばいい。我慢。でもこの家も好きだからね。今日も可愛いよ、ありがとう。ゼータさん、バラありがとう。神戸のマチさん、ハートありがとう。カネッチさん、タカありがとう。何、ももちゃん200円。大丈夫だもん。あ、大家さんに内緒でこっそり買うか絶対怒られる。バレる。そうなのよ、カットするのもめっちゃお金かかるし、そう、もういろいろ健康のために、健康のためのいろいろね、病院連れてっちゃう。あ、チュール代もね。みーちゃんがさらに好きすぎて大変。大変なのか。幻さん、ハートありがとう。今日もお疲れさん、お疲れ。ここがね、ほんと猫ちゃん飼っていい場所だったら全然飼っていいよって言ってくれそうなんですけどね。こんばんは。洋服のジャージだけ絶対もダメだ。洋服ジャージだけにしたらもうお話し会全部ジャージになるよ、みんな私。全部を自分のものとか全部。妹ですって言う。
すべての服ジャージで来るけど。メイク用品ゼロ全部すっぴんかきついな。ツーショット楽しみにしてるね。ピンクとエメラルドグリーンのジャージ目立つね。節約アイドル節約しすぎ大変だよそれは。はあ、クラプレゼントするありがとう。サテのサインはね今書いてるよ。サイアントで同居し、サイアントで同居したらママもいるから3人で同居になる。戦うよ、よく見つけたくね。ありがとう。サイン楽しみにしとってな。頑張って書くよ。さん、だるまありがとう。まぼろしさんハートありがとう。ひやさん星ありがとう。楽しみにしとってね。ウッチーさん、姫ありがとう。神戸のワッツさん、結婚してありがとう。ではそろそろ読みましょうかな。13位のさくらかさんありがとう。12位のこうすけさんありがとう。11位のふくちゃんありがとう。ももか。10位のきびだんごひこにんさんありがとう。9位のふみあとまくふふさんありがとう。8位のひんやさんありがとう。7位のぜたんさんありがとう。ぽやももかわいい、おやももおやももありがとう。6位のマッピアノのっぴーさんありがとう。あさってのお話し会楽しみすぎる、待ってます。5位のドラガンさんありがとう。ねむねむてむこももちゃん可愛くてつないちゃうありがとう。4位のよしおんさんありがとう。3位のケイシティさんありがとう。俺が常に中腰になるから
そのままでいいよきっとね。明日も伸びてないから大丈夫。みんなももかし返せない。やまい、もかが1番かポケモン1番かポケモン使う284全部でどれぐらいあるん。すごい、ももより博士になっとる。1位のけんさん、ありがとう。400か、多いね。あつまも、あつまもスローリーデー、イエッサー。おやすみなさいませ、バイバイ。おやすみ。また明日。